はい皆さんこんばんは安本ひろきですアーカイブ限定の、まあ、ケーキコミパートを撮ってますよ今回もゲストセールスマニコマで、ま、渡さんが来てくれてますじゃメール、えー、おー久しぶり久しぶりかなひげさかば D 安本さんは四天王と聞いてどのキャラが思い浮かびますか <laughs> いいメール私はいつの間にか四天王から足を洗っていたストリートファイターのサガットが大好きですサガットはねあの中でねバルログとねバイソンと ベガかあの中だと、まあ、ベガについてねちゃんとストーリーがある天使もともとがねボスですからね「あの昇竜拳でね胸の傷はあの竜の昇竜拳についてはいいキャラですけれどもね四天王といえば酒、まあ、井忠次本田忠勝佐賀榊原康政飯伊正政徳川四天王とかねありますしけどもあとコロッケ BG4 栗艦清水明ボノバレ四天王とか <laughs>。 いますけど僕の中だとやっぱり三沢小橋焼山田上です <laughs> 全日本プロレスの四天王プロレスの頃のねあのプロレスの四人が私の中での四天王ですモノマネしてんのちょっといいの思いついたね今ね <laughs> それでは安本平貴の笑われる成立馬かっこかり本編をお楽しみください 安本博樹の「笑われるセールスマン」「過去借り」「過去借り」「はい皆さんこんばんは、安本博樹です。この番組は話題のアニメやゲーム、声優、特撮に関するさまざまな情報、トピックスを紹介したり、関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな ANG コンテンツの魅力、情報を伝えていくトークバラエティ番組でございます。さあ本日もですね、ゲストセールスマンに駒田新さんが来てくれてますよ。おしゃべりしていきます。その前に個メール、うさひろさん。 えー、10月あ違う7月10日に開催される王様ランキングのスペシャルイベントの先行抽選に当選することができましたあよかった、えー、前は涙なしには見られないたくさんの感動を届けてくださる王様ランキングのリアルイベントどんな内容なのか今からとても待ち遠しいですそうねまあ王様ランキングは悔しいけど俺も結構泣くよあの作り方はいいしね帽子がいいんですよひなたちゃんのねあのパフォーマンスも素晴らしいしなんか これに来るものがあるんで、お一人でも多くの方に見てほしいです。この環境環境下まだまだ大変なさ中にご準備くださるキャストの皆様、スタッフの皆様には改めて感謝の気持ちでいっぱいです。そんなこと言わなくていいんだよ。うん、我々はね、あの皆様の皆様がいたからこその我々ですから、えー。当日無事に開催され、皆様が安全に楽しめる最高のイベントになることを心から願っています。俺たちが楽しむんじゃないよ。来てくださるみんなが楽しむんですよ。そうね、7月だからね、もうさすがにある程度。 落ち着いていてほしいなというふうには思うがそんなことをもう2年以上言っている気もするからもうどうなるかもう俺には分かんない <laughs> <laughs> でもまあもう今もねこの状況下でいろんなことが起きてるし警戒しててもなっちゃってたりもする人もいるし誰も責められない状況になりつつスタッフさんたちもねあのビクビクしながらだとは思うけどかってエンタメ止めずにやってます我々も頑張ってますんでうん、うん、なんだろう 上手に付き合いたくねえけど上手に付き合うしかねえのかもしんねえしうーんかといってやけくさんにならずにね丁寧に生きていきましょうようんその時にね7月すっきりできればいいなと思いますけどその時の状況はねまだわかんねえから Twitter とかそういう細かい情報を皆さんチェックしておいてくださいじゃあもう一個行こうサバ味噌。 え以前、何んかの番組でカードゲームアプリの仕事が増えたせいもあり特に経験の浅い若手の掛け合いの力が低くなってきているという感じの話がなされていましたほうほう、えー、最近はコロナ禍で普通のアニメなどのアフレコでも掛け合いが少なくなったと聞いておりますと。 そのせいいで掛け合い不足もっと面白くできたはずなんてことはあったのでしょうか全ての作品を楽しく拝見させていただいていますがふと気になってメールしたとえっとね極力絡みが多い人は一緒に撮るようにとかスタッフさんたちは気を使ってくださっているんですけれどももちろん全員で用意どんで撮った方があの時このあの振りがあったからこれを受けでこれをやりたいっていうのが一緒にやってればできるんだけど先に撮られちゃうと相手の着地点に合わせるしかなくて。 そこでちょっと違う労力とかもかかったりするけどスタッフさんたちはとにかくそれが少しでも減るように一生懸命ケアしてやってくれてますただね今ね状況がまた変わってきたのが絡みが多い人たちを一緒に撮るようにしてるんだけどもその中でかかっちゃう人ってやっぱりいたりとかしてそういう時ってのはねうまくいかなかったりもするんだけどでもそこももう知恵がついたと言いますかうまく業界が回り始めたというかものすごい先行して今アニメ撮ってるんですよ 基本的にはだからあのもう,もう何人かかかっちゃったって情報出たからもう飛ばしますとかもあるしつどつどそれに対しては対応してなんとか戦っていこうという風にやっておりますのでこういうねあのもっともっとうまくできたよっていうのはどん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 減ってくはずなのでいい作品がこれからもどんどん生み出されると思うんで皆さんアニメいっぱいね見てくださいよ概要もいっぱい見てください。 ああラジオも聞いてね <laughs> もろもろ頑張ってやっておりますのでよろしくお願いいたしますさあゲストが待ってるとっとと行こうぜでは最後までお付き合いお願いいたします安本ひ之の「笑われるセールスマン」「カッコます安本ひ之の笑われるセールスマン」かっこかり「カッコカりします安 改めまして安本ひろきですそしてゲストセールスマンはこちらの方皆さんこんばんは駒田おたるですはい本日もよろしくお願いしますというわけでございまして今週も激感ザショートで乾杯していきましょう開けるぜ前回とまた違うどうなのよ毎回に変わるの美味しそうさあというわけで本日もよろしくお願いします乾杯乾杯梅すっきりする うん、今日はザ・ショット「鮮やかジューシー純米」を手にトークしていきますここで月経館より「好きを楽しむ」をテーマにあなたの好きな時間や趣味と一緒に楽しめる日本酒ザ・ショットの紹介です中でも今週はシリーズ全4種のうちの一つ赤のラベルの鮮やかジューシー純米をご紹介こちらは南国フルーツを思わせる甘酸っぱい香りと爽やかな酸味ととろりとした濃厚な甘みが特徴の日本酒です続いてここからミニコーナー終わらせるザ「割らされたクエスチョン」月経館ザ・ショットの「好きを楽しむ」というテーマにちなんだ質問に一つお答えいただきます,今回はです、ね 小窓くんお酒好きみたいなのでちょっとこれを聞いてみたいんですが、はい、あります。どんな時にお酒を飲みたくなりますか？これはもう毎回ですけど、うん、いい景色、ほーが見ちゃった時で、ね、なるほどだから結構その遠出しちゃったりとか出先の時に基本的にやっぱりお酒飲みたい欲にかなりかかりますよ。あそれはいいね。 もう夕暮れとかもちょっと壺はまりすぎちゃって、それでなんかもう街並みでもいいんですけど、ああ、すごい、あの見たって思っちゃう感じです。うんうん、旅行とか結構好きな人、もう好きですね。まあ今、今、うん、もう本当、この数年行けないんですけど、あの、可能な限り隙間があったら行きたいなと思えるタイプです、ねうん。もう、じゃあ、もうちょっと早めにさ、三時ぐらいにチェックインして、もろもろ済まして。 ベラン、その旅館のベランダ出て、夕焼けとか見えちゃった日にはもう。あ、もう、みやも。飯よりも先に始めちまうぐらい。あ、そうですね。そうですね。<laughs> そのくらい、やっぱ景色、写真撮るのが好きなんで。まあ、そうなんですね。景色見たりとかっていうのが、やっぱりどうしてもツボ入っちゃいますね。うんうん なるほどじゃあ今写真の話も出ましたけどもそういった話もここから先聞いていきたいと思います,います続いて今回は駒田さんのおすすめのものセールスしたいもの、まあ、好きなものとか収録前にアンケートで書いてもらいました今回6個書いてもらったんですけど、はい、その中にカメラっていうのがあるけどこれは昔かなの僕もともとそれこそあの前回お話ししたヨア、うん、ペダやってる最中もそうなんですけど3年間ぐらい本当にお仕事なかった時代がありまして。ああそうなんだ その時あのもう仕事がなかったので、あのー、ブライダル会社でしし会社員してたんですよ。えへえそうなんだ。もともとブライダルの会社員勤めてましてへおででそこであのブライダルカメラマンとか結構仕事だだったんだプロがいらっしゃるじゃないですか。うんうん、なのでそのもう僕ももともとおじいちゃんとかの影響で写真が好きで。その あの直談判でその社長さんに「ここで働く代わりというのも何なんですけど」みたいな「カメラマンさんとちょっと密にコミュニケーション取って手伝ったりとかち,ちょっと知識とかを勉強させてもらうのはありですか?」って言ったら「いいんじゃない?」って言われて社長の一声で全カメラマンさんからいろんなノウハウを教えてもらいつつ前撮りとかあの挙式当日の,あの,あの新郎新婦のお写真とか撮る時にアシスタントしながら「あの。 小松さんこれどういう状態で撮った方がいいと思うとか<ー>僕はこの角度で撮るんだけどその理由後で教えてとかロス系も使うし <laughs> もうスタンドライトから含めて全部あの配置とかもそこで学んだって感じでしたね。はいはいはい おもろそういうのがあったんだね。一番撮るのは何が好きなの？やっぱり人ですね。人なんだ。うんなんかあ、そっかブライダルとした、そっか。そう人、やっぱその瞬間撮れるっていうのは大事だなと思ってますし、景色はなんか個人的にはその大変なんですけど、うん、ベストショットを探るまで忍耐と装備と、うんうん、あのー。 あの下調べこの3つが揃っていればはい、はい、必ずいい景色に出会えるですけど,ど人はやっぱり自分でいっぱい考えて努力して工夫しないと撮れないんでそこですね魅力がああでもそれはその通りかも、うん、まあ最近行けてないけど実は俺もカメラを好きでねあそうなんですよ俺は星系写真星と風景を一緒に撮る写真を撮るのが好きで<ー>それっていうのはまさにその通りで忍耐行っ<忍耐> <laughs> <laughs> 夜、夜ついて、朝が頭で、もう六秒間開いて、二秒閉じて、ずっとやって、るうちで、どこかに流れ星うつれとか。わあ、え、本当にお好きって、ね。頂点下の中、ずっとそれ。で、美速度動画にそれをしてみたりとか。えー、それい、い、つも、ま、いつからですか、そういうの。それはでもね、十年ぐらい前かな。ええー、いや、大人になったから。あ、そうだったんです、ね。空のまにまにって作品があって。はいはい。 それの星にまつわる文作言わーをやって俺出てないんだけどそれそれに出てた雑賀さんとかが仲良くしてもらってたから「安部君のみんなで天才観測から行こうよ」って連れてってもらってその時にいた人たちがカメラで写真撮っててで俺はカメラがかっこいいと思ったのねメカとしてメカとしていいですよね一眼レフとか持ってなかったから軽はずみにそれを買ってみようかなさクッソだけでやんの。 空想高い。空想高いですね。二十とかするじゃん。これ一本二十すんすかみたいな。びっくりですよね。でもなんか、買ったらやるかなって、俺趣味らしい趣味っていうか、本当。ゲームしかなくて、でもゲームって趣味と俺言えないと思ってて。だって家帰って、やるだけだから、俺の中で生活みたいなもんだから。あ、なるほど。なんかよくさ、料理する人で料理が趣味って書いてるけど、いや、料理も生活なんだよな。あ、確かに、確かに。そのために何かする、どっかに行くとかいうのがなくてさ。あ、なるほど。家帰ってゲームやるとかだから。うん、うん、うん。 趣味ないんじゃねえと思ったときに、あ、良さそうと思って、カメラかっこいいからで、やったら結構ハマって。今でもカメラはだからいっぱい持ってる。あ、そうなんですね。今ソニーのアルファ使ってる。あ、や、やっぱね、そこ行きつけ。強いアルファは。あ、じゃ、ってこと、エスとかですか。ようよう、夜景ですもんね。夜景。でも、あれ、僕が、ここ、僕唯一ね、業界入ってからね。サインをもらった人がいるんだけど。 野沢雅子さんに会った時すら我慢したのに我慢ができなかったのが加賀谷さんっていう整形写真の方がいらっしゃってもう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 お仕事をさせていただいた時に生まれて初めて「サインください」って言って加賀 <laughs> 谷さんのあれですよねお写真とか風景のやつに合わせてなんかプラ,プラネタルでやったその時にお会いしさせてもらってあんあのこっそりと見てましたよあのあの見ててすごいと思ってあのナレーション俺みんな寝ろと思って読んでた <laughs> いや最高のタッグでしたね。うわ輝さんのあの写真はもう本当なんか真似できないというか。だか、ね、それで装備聞いてでもソニーに変えソニー使ってるんですよって言ってらすぐソニー買った。<laughs> いやでも相当、ね、それも未婚だったのが急にソニーパンっ買った。<laughs> いややっぱわかる。あすごい嬉しいなんか。ミーハー根性なんだけど。い,でいいですよねいいですよ、ね。で子供の頃に戻れた感じがして楽しかったな。うわ痺れるわ。わでもいいねそのもともと働いてた頃からこう自分興味がおじいちゃん。 とかからの、そういえば、ああいうのあったなから、趣味になって、今でも愛してるっていうのは。そうですね、はい。まジムは体鍛えるのが好きってのは噂で聞いてるんだけど。そうなんです。パラグライダーはなんだね。これ、聞いてくれますか。これ、なんだあの、年末にですね。<laughs> うんうん、僕はすごく、あの、高所というか、あの、スリルがすごい好きで、あのー。 なんかバンジーを飛んだんですよもっと時にうわすごいこの落下感最高だなと思ってはい、はい、でもまだ 100m とかだと足りないなと思って <laughs> 100じゃ足りねえとなんかもっと上行けるもんってないかなと思って、うん、スカイダイビングを探してたんですけどやっぱスカイダイビングってやっぱ場所も結構限定されちゃうしそうなんですよ。 所要時間絶対にかかったりとかあったりして、もうちょっとライトに空行きてと思って調べたパラグライダー行けると思って調べてもう飛んで行って長野まで行ったのかな。初めて行ったんですよ。あのでかなりもうえこれ車通っていいのかなみたいな険しい道を登ってて、俺道間違えたかもと思ってこれ本当にい車輪脱輪したら多分落ちちゃうぐらいの結構傾斜だったんですよ。で乗り切ったらちゃんとあってその飛行場みたいとかでそこで。 飛んだらですね、もうちょっともうあのなんかもうアドレナリンドバドバになっちゃって、<ー>これかもと思って、俺関東のとりあえず全部行くって決定した。<laughs> パラグライダーに、ララースカイダイビングせえ、<laughs> 栃木行け栃木。スカイも絶対やります。一旦人はいるけど、なんか楽しくて癖になるっつってたよ。そうなんですよ。自分でもあのゴープロとかも持ってるので、あのとりあえず頭とか手とかでくくりつけて、後で映像とか見直して、う,うわこの高揚感たまらんと思って。 行っちゃいますね。じゃああとはマカオタワーだよ。マカオタワーも飛べるんでしたっけ？パンジできる。世界で一番高いんじゃない？え、安藤さんやったことあります？マカオはない。え、安藤さん飛べます？楽勝。行きましょうよ。自分で紐あのパンと外せる人。ええ。いや行きたいです。シンガポールに行ってまああれも五六十メートルかなジャイアントスイングってのがあって。あ。引っ張り上げられてブイーンってこう。あのたそうですよね。あれは。 自分で暇外してくださいって言われた <laughs> 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 マジっすか、うん、<laughs> えぐ自分で踏み込んでくださいやって最初怖いのにで、あれってこう何綺麗にこう描いてシューンっていくイメージだったんだけど 外した時って、一回自由落下するんです、先。で、こう、跳ねて。で、会ンってなってくる。<laughs> ガイ会員が一回びっくりする、ね。<laughs> あれ、僕、百メートル、なんか、えっと、どこだったっけな。竜神峡大橋みたいなところから、で、飛んだんですよ。うん、初めて気づいたんですよ。飛んで、ちょ飛んで、直後のって。わーって、声が出なくなるんですね。あーああ、みたいな、こう、一瞬、こう、とげ、声が途切れるんだっていう。<ー>経験してから。 そのメカニズムも気になっても、もう飛びたくてしょうがないんですよね。パラグライダーとどっちがいい？パラスね。<laughs> な長いっす。あでもあと自分で操作もできるか。あ,あのまあ最初はあのインストラクターさんついていただかないたのでやっぱできないんですけど、あ,あのやっぱ懇願し続ければ風乗ってわりかし長く飛んでくれるんで、うん、僕最初やったら5分ちょっと飛んでくれたんですよ。うん、5分空飛ぶのすごいね。ちょっと興奮しますね。そのうちベースジャンプするんじゃな、ね、い？ <laughs> えベースジャンプってあれベース崖から飛び降りるやつうーわーあここなんか飛膜みたいなのがついた服着てバーンとあああモモンガのやつやりたいっすねそちあれ手出すんすじゃな <laughs> ベースジャンプそのうちスケジュールがこう間空いてる時にあいつアリゾナ行ってましたみたいな <laughs> <laughs> アリゾナっつってあいつ今飛んでますみたいな <laughs> 他にもねあのあのホームシアター前衛が好きって言ったのとスニーカーもあるんだけどあとシカゴピザってのが書いてあるこれなんだねこれマジ <laughs> あの本当におすすめなんですけどピザってこう平たいじゃないですかシカゴピザってこう。 縁が結構深くてパイパイみたいになってて最近結構流行り出してるらしいんですけどもう縁が深い分そのあ中にもうめっちゃチーズ入っておいしチーズのやつねオいチーズでもサクッて切るとぶわーみたいなあの決壊具合がもうたまらんくて一回食べたんですけれどももうあれは壁になるっすねマジかおまだ食ったことないかも絶対おピザお好きですか好き好きあどうでも絶対美味しいですデリバリーとかもあるのありますあるんだあります。 何がしイーツとかで届けてくれんの届けてくれるみたいですよ <laughs> あれめちゃめちゃいいですよなるほどね知ってる知ってるあ、そうかあれがシカゴピザかはい食ってみるかわあ。この罪深えな <laughs> 表面がちゃんとコーティングされて中切ったらちっドワーってなるわけね <laughs> これは罪深いよ <laughs> 深いのあのカロリーは見ないようにして、ね <laughs> ね、マジそうだよねなるほどねあ、じゃあ結構あれなんだねあの。 感力あるものが全体的に好きだ、ね、あ全体的そうですね。<ー>好きですいい,いいことですよ。じゃあちょっとメールも行こうかな、みんながす。先週全然読めなかったから <laughs>、えー、わらじていさん、えー。個人的に駒田さんが演じられた役で印象深いのがウルトラマンリブットです。<う>正統派なリブットのキャラクターと凛々しく堂々とした駒田さん演技がマッチしていてさまざまな作品で登場するべどんどん好きになってしまいますと。<laughs> これから配信される「ウルトラギャラクシーファイト運命の衝突」ではリブットのライバルとしてアブソリュート・ティターンが登場ししかもリターンを安本さんが演じられる。 ということでどんな活躍やリブートとの戦いが演じられるかとても楽しみにしていますよろしければアフレコの時のお話など聞きたいですということですがアフレコはまるっきり別に撮っていますそうなんですよねそうなんですよあとまだそんなに私まだ分かっていません <laughs> そうだアブソそうですよね安本さん、ね、アブソリューティアンっ、ね、びっくりしたんだよ俺毎年ウルトラマンのオーディションが来て毎年 今年メフィラス,ステージ受けて毎年メフィラス,ステージだったの。<laughs> <laughs> もうよくねえメフィラス受けなくてと思うぐらいメフィラス受け <laughs> そう。ただから今回メフィラスじゃないんですよって言われて <laughs>。違うのっつって。<laughs> でまあどんなキャラなのかってここからいろいろまだね展開があるわけで、うん。まだちょい出しぐらいですもんね。いやもうあれも本当にもうすごくお金かけてそうだ、ね、丁寧に作られてるので,、うん、ではつぶれあの本気と思って。あれさアフレコが楽しいのがさ。 あの当然我々もねそのアクターさんの演技に合わせただけでさ、うん、アクターさんの音声入ってるじゃない最初結構あれもなんか嬉しいよねきっと,とやってくれてるっていうのがやっぱあの動きってもう。うん ちょっとやそうってできるもんじゃないですね。で、しかもあの流れちゃだめだから、一個一個見栄を切ってピッピッてアクターの方が止まるじゃない。うんうん、あの意識ってすごい大変なんだろうなと思うよね。ですよね。だってだらだらそれじゃん俺たち。やっぱあの一個一個の動き決まってるからすごく戦ってるんだなって多分子供たちとか見た時にこう認識できるしみたいな。ね、でももうなんか一個も無駄な動きないから、もうこっちのブレスもやっぱりすごくちゃんと。 丁寧に入れないとって意識になりましたねこちらもねまだまだマジで本当わかんないから <laughs> 楽しみに待っていた,だいただければなと思います <laughs>、はい、いろんなキャラ出ますからねはいはい次翔さん、えー、いつも楽しく配置していただいただいてますありがとう、えー、僕は身長168センチのメンズです <laughs> よって高身長なお二人が本当に羨ましくあそんな そんなこともないぜ。静、うんえー、かに嫉妬していますそんなことしないそんなことないぜ <laughs>、えー。僕もちょっと低めな扉などを少し鏡ながら入るとかしてみたいからそれはします <laughs>、えー。そこでお二人に質問なのですが、身長が高くて良かったことや逆に苦労したことがありますか。えー、小松君何センチ？僕185です。でかっ。それは俺よりも全然苦労してるよ。<laughs> 結構昔からずっとあのいわゆる並び順は後ろみたいなタイプでしたね。 俺でも俺百八十百七十級とか百八十とかそこら辺なんだけど、うんうん、苦労すんのとかえっと毎回まあ僕料理が用するんだけど、はい、レンジフードで毎回多分ぶつけるんだよ。めっちゃ苦痛あります。レンジフードの脇にちょっと開けなきゃいけないところがあって、<laughs> そこを開けて振り返ってガインとかぶつけるとか、あれめっちゃ痛いたくないですか。多分と角に当たんで大体。そうですよね、そうですよね。だからえっとわ我が家のあのレンジフードの角への赤ちゃんガードついてます。<laughs> 己で買った赤ちゃんガードをつけておりますめちゃめちゃボレで,でも救われるよあれでだでも見た目超ダサいん、ね、でなんかあのこれそうね三角形みたいなやつのは <laughs> <laughs> 赤ちゃんガードつけてるんだけどこに。あれないとお前何回ぶつけたかわかんねんで、しかもあの今住んでるところが相性悪いんだかなんかしてるけども5、五六回ぶつけて、これやってらんねえとかってことはもうつけたの。つけてもまだぶつけるときがどうまだぶつけるかと思うんだよ。やっぱお集中しちゃうと忘れんだよね。上げ下げ、おのずとしちゃういますもんね。うん、あれはまあ確かに痛いっすわ。赤ちゃんガードお世す辞すですよ。よ <laughs> <laughs> 僕なんか結構まあ釣り屋とか広告とかいつもここら辺メトロとか低いから結構来るじゃないですか。で、もうもう A のこれはもうさっきも見たみたいな感じのこの。だって釣り川なんてもう持たないじゃん。もうバーでしょ。うバーです。上のバーでしょ。もうバーです。バーでも輪っかに手通って使うみたいなそういう感じです。バーでしょ。本当に。 でもあんま背が高くてよかったっていう面ではどうなんですかねなんか服着た時になん適当に着てもなんとなくかっこいいですねってなんかファンの人で優しい言葉をかけられる率が高くなるぐらいのしかないですスタイルがよく見えるかもしれないぐらいかもしれないでもそんなね大丈夫だよだって関係ないつかっこよさに身長が関係ない証拠も津田さんかっけえだろああ <laughs> 決して大きくはないんですよでもあんなにかっこいいんだよ説得力 くそう深 <laughs> かに嫉妬です <laughs> 肩こりとともに生きるムール貝さんちょっと次のメールに行こう、えー、最近安本さんがキャンプのお話主にキャンプギアのお話をよく聞いてる気がします<ー>駒田さんも以前キャンプ番組をされていましたねということでおすすめのキャンプギアやキャンプでの楽しみ方を教えていただきたいですとおお。やってましたかキャンプ番組をキャンプ番組やってアウトドアが好きであのただギアをすごくこだわるまではいかなかったんですのであの。 いやまあ、結構得意な人についてって率先して組み立てたりとかそういうのがすごくアクティビティが好きなのでなので逆にギア何がおすすめなのかむしろ聞きたいですねまあもう俺はバックソドクシーながらるよ <laughs> <laughs> 知ってるか自分家って有限なんで置き場がよ <laughs> 置き場がんで同じ能力のものだけどちょっとデザイン違うの買ったりするからとか <laughs> 焚き火台も4つぐらいかもうあじゃあ5個か マジっすか。<え>今予約してるのもあるし。マジっすか。でも使わ楽しいんだ使いに行けるっすか時間的に。結構あのちょいちょい行ってる。あの一応 SNS とか上げねえけど、割とちょこちょこ行ってる。えー、冬のキャンプの方が好きで。なんかこうちょっと寒い中暖まるみたいな。あと虫いねえから。あ それですよね虫がだから夏は集中灯というか虫を集めるために捨て LED ランプランタン1個持っていく本格的そうそうもともとやっててずっとしばらくやってなかったので最近またちょっと熱が再燃した感じああそうなんですねそうそうめっちゃちュンちュンいくようだからえすごくいいですね楽しいよ料理とかも好きだしだからそういう意味では自分本当にちゃんと律儀に火ずっと炊き続けますよ 火がってかキャンプはほぼ8割火よよそうっすね燃やしに行くんだから火、ね、を楽しんでみんって落ち着くために行くようなもんですもん、ね、酒飲んで火見るんだよあいいだって昼過ぎについて設営して何するって言ったら酒飲むんだよいいでお腹空いてご飯作るために火を起こすんだよいいでご飯食べながら酒飲むんだよで食べ終わるじゃん火を見るんだよいい夜になるじゃん飯作るんだよで何するか酒飲むんだよ <laughs> 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 ちょっと決めるしかないんだよ一生同じサイクルで火、ね、と酒なしに行くんだかす <laughs> <laughs> いやいいなやっぱ安本さんやってんのがまあ直し渋いくていい,ないでそれこそ江口とかとも一緒に行ったりするよもう最近パイセンすごいっすよねなんかハマっちゃってあれは安本さんと同じちょっと血が流れてるところがあるから<お>止めどねえんだよ 多分家溢れ帰ってきてんじゃないですか。あと俺が本当俺悪い先輩だなと思うのが、これいいよこれいいよってのチクイチエイグチラインで送ってる。たまにほぼ買ってると思う。うわもう全然良い想像できる。沼だ沼だっていつも言ってるけど <laughs>。 え一番なんかテントとかでいいなって思ったんだどれのでも、うん、基本ソロだからあのねあとあとテントの中って正直大きくある必要ないのよ。前室みたいな部分とかちょっと物が置けるスペースがあればいいからこれはねバンドックさんのソロ TPTC っていうワンポールテントなんだけど設約5分でできるようなうん、うん、すっごいちっちゃいワンポールテントで三角形のかわいいやつなんだけどこれ、うん、はそれが一番好き。<ー>その中にローコット入れて 手前は物をけるスペースだし冬場だったらインナーテントもいらねえから虫でねえからソロキャンプだけどグループギャグでみんなで行って焚き火囲みながら喋ったりはするけど最終的には一回あのよこももって何にもしねねえのね <laughs> <laughs> 泊まるのが多いですか大体。 おーバカだから俺ベランダで寝たいっつんだから <laughs> 己ののギアの能力を確かめるために <laughs> 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 本当にこの漫画のオーロラ700はこの寒さで耐えられるのかね <laughs> よしベランダで寝てみようとか <laughs> やばーえ最近の,そのテントあの寝袋でいいなって思ったのも漫画の700かな <laughs> あれはいいね全然あのもっとねフィルバー強いのでもいいんだけどあれで十分いける気がするね。寒かったの中にあの シェラフカバーとかすれば全然もっと温度も上がるし。ああなるほど。だ眠こはこだわった方がいいですよ。そうですよね。はい、みんないますよね。こんな話したらもう時間だったよ。そうですね。<laughs> <laughs> 皆さんおとめらありがとうございました。これからもお待ちしています。 安本博之の笑わ,われるセールスマン括弧借りエンディングの時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。おはがきの宛先は郵便番号一零五の八千に文化放送安本博之の笑わ,われるセールスマン括弧借りまで。メールの場合は ws at mark j o q r ドットネットまでお願いします。そして番組公式ツイッターも稼働中です。ぜひフォローしてください。ツイッターで感想をつぶやくときは推奨ハッシュタグ笑わらせる。漢字の笑うにカタカナでセルをつけてください。またユーチューブにじしたチャンネルでのアーカイブ配信もございます。アーカイブ限定の意気込ミアも聞けますのでよろしくお願い,いたします。テロマ 駒田さん一緒に渡ってありがとうございましたありがとうございますもう一回告知しちゃってくれいいですか、はい、駒田渡るの k ウェブレディオ超 A&G プラスにて毎週金曜日22時30分から放送中です、うん、そしてこちらのアーカイブ放送が翌週の月曜日の19時からいつも配信されてますんで、うん、ぜひどちらも聞いてもらえたら幸いです さあといいうわけでございまして駒田さんと一緒におとお話しましたが結論は江口さんのと一緒に江口さんの財布で飲みに行くということと江口さんにキャンプギアを買ってもらうという結論で。 渡たりしながら飛っちり。あとはねもう本当本来ね渡るさんの代だって来てもらったね申し訳なかったけども楽しくお話ししてくれて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。あとね渡るもね元気になったらまた遊びに来てねとどっかだったら伝えて,おいてください。わ <laughs> かりました。<laughs> お願いいたします。<laughs> というわけで本日はこの辺でおしまいにしましょう。この番組のワイドは安元弘と駒田渡るでした。お疲れ様でした。<laughs> 安本裕樹の笑われるセールスマンかっこ,かりこの番組はミジスタ月桂館の提供でお送りしました